いつもありがとうございます。はい、パーソナルブレイクで、トップスクロームブラックを、5個、5箱。はい、ご依頼者 MRZ さんですね。はい、で、本日こちら、梱包して、一応動画ご確認になってから、ご連絡いただければと思います。あ、発送って書いてあったかな。ちょっと後で見てみます。はい。とりあえず、昨日の段階では発送ウェイトですからね。はい。で、箱はいらない。というところは、はい、覚えております。よいしょ。じゃあ、5箱ね、1個ずつ開けていきます。あ、そっか、パックだもんね。で、箱はいらないと。はい。こうだな。いきます。せーの。よいしょ。おうおう、シェフィールド。久しぶりだな。うん。2年ぶりぐらい。はい。ゲイリー・シェフィールドです。お、珍しい。ここ最近だと珍しいという、はい、意味です。今年書いてたんだ。あんまり見なかったけどな。しかもドジャース。リフラクターですよね。82/150。とりあえずいきますね。で、パック。よいしょ。はい、まずはマトチャップ。これマット加工のクロームなのかな。どうなんすかね。まあクロームカードっぽいけど、なんかアセテートにも見えるんですよね。どうなんすかね。普通に、あの、なんかクロームって言わなくても売れたんじゃないかっていう。はい、セミエンさんで、下、せーの、日浦さんの金ですね。ゴールド50でしたっけ。そうですね、25/50。はい、で、2つ目。シリアルの、まあ、いわゆるサインカードのシリアルにね、出方に関しては、なんか、ハイテックになんか似てますよね。ハイテックのあれだったのかな、後継みたいだったのかな。はい、せーの。ブレントリー。あ、珍しいな。はい、まあブラントリーね、はい、珍しいな。53/99、アスレチックスですね。アスレチックス、ヒューストン、はい、アストロズ、珍しいな。ね、渋いですけどめっちゃいい選手ですよね。53/99。グリーン。シリアル、シリアルってきてますね。多分メンバーがね、結構やっぱり多いから。やっぱこれハイテックだよね。ハイテックブラックとかでも、ね、人気出たんじゃないかな。ハイテックはハイテックでね、ファンいましたからね。はい。バーランダー、うん、アストロズね、ピッチャーです。で、せーの、はい、コントレさん、ウィルソン・コントレさん、リフラクター199ですね。これ199は199でいいんですけど、あの100以下が結構細かくシリアルあるんですよね。で、3つ目、せーの、よいしょ。あ、トムグラビ、シリアルがないね。はい、でもこういうね、
やー、300勝とかも難しいよね。試合数が減る可能性もなくはないですからね、この先。やっぱハイテックだよね、これ。ハイテック3パック、ワンボックス去年開けるとこんな感じじゃなかったですか。ねえ。あ、5パックね。グラビンか。まあメンツはあれですけどね。ハイテックはちょっとルーキーが多いようなイメージですけど、まあちょっと現役系レジェンドが、まあハイテックよりは多いかなって感じですよね。ハイテックもこのレギュラー3枚で3位1ぐらいで良かったと思うんですけどね。ごちゃっていっぱい入ってたじゃないですか。あれはちょっとねっていう。レンドン、マーフィーで、せーの、よいしょ、ディアスですね。はい、マーリンズですよね。グリーンは99の57。はい、結構マイアミとタンパの若手が来年あたりもっと飛躍するんじゃないかな。マイアミは結構まあ、そこの方です。 これから強くなるんじゃないかと思います。はい、じゃあこうですね。いきます。せーの、よいしょ。お、ゲレーロ親父、エンゼルスだ。しかもこれもシリアルなし。シリアルないんですね。ないとこのレジェンドが結構いいとこが出るようなイメージです。35だよな。ビニールがちっちゃいのかもしれない。ちょっと後で入れときます。で、パック。トレバーストーリー。ディバース。お、オレンジ色。お、タティスのオレンジです。オレンジ25じゃなかった。おお、9の25。で、最後。ちょっと一人来られるお客様いるんで、ちょっと次です。ゃあ5箱目ラストですね。こっちです。はい、せーの。よいしょ。レイバのリフですね。150、97番。ということで、シリアルが3枚。で、レジェンド系のこのお二人がシリアルがないところから。やっぱ出方ハイテックだよね。ハイテックに似てるよね。い、サンチェスに。ゲリットコール、ヤンキース、ヤンキースで、せーの。よいしょ。FF、フレディ・フリーマンです。199ですね。はい。ということで、まあ、レジェンドは、まあ、ゲリシヒュードもそうですけど、シリアルが3。で、シリアルなしがグラビンとゲレーロ親父でした。はい。ゲレーロ親父も人気ありますからね。ということでした。じゃあ、こちらで梱包しておきます。はい。ありがとうございました。